金に。まあいいでしょう。ありがとう。この配信は、私寝ぼけてた、また755でさ755でコメント、あの通知するのにさ、なんかさ通知がさ、なんか5分前って言おうとしたら5分待てになっちゃった。あ、いける。この配信はテロップが30分までです。違うよ、13時までです。次は14時50分。うん、昼休憩を今に合わせました。え、ありがとう、嬉しいなんかね、これはね、そう、ちょっととりあえず髪の毛をまとめました。このカチューシャお気に入り。なんかさバレエの人みたい、バレーリーナ、バレエ習ってます。ここは25分なので、そうだね、3周できるかな、カウントをお願いします。3周できたらいいな。協力するために起きたよって、ありがとう。嬉しい。足投げ終わり、またね、ありがとう。カウント完了、 OK。 じゃあ次は50分に解除なので、それまでに星をとりあえず投げてもらいまして、よろしく。これね、何のイベントなのかよくわからない。ショールームでビスさん、ビスっていうファッション雑誌があるんですけど、その雑誌のレギュラーモデルをかけたイベントで、1位になると、各グループ1位の中から、その編集の方が、1位の中から1人を選んでレギュラーモデルに1年間なれるというイベントです。で、2位と3位に関しては、2位と3位になった場合は、9月号かな、10月号、9月1日発売の10月号かなに、2位と3位になると、その雑誌の、2位と3位で1ページかな、だから半ページずつ載れるよっていう、1ページの人は1ページ分載れるよっていうことです。ぜひチーム出して頑張ります。今3位です、頑張ります。ねえ、血になりたい。星の追加行ってきます。ありがとう、いってらっしゃい。みんな言ってから、なんかコメントもしてくれて、すごい優しいよね。ありがとう。すごい鳥の鳴く声が聞こえる。ん、今4位、今4位だった。私のとこ2位なんだけど、あ、3位だった。あれ、カウント完了して、ありがとう。なんか画面が止まってるのかな。今外なんだけど、お仕上げするためにカフェ入った。え、ありがとう、大丈夫、ありがとうね。
しい。コメント完了、ありがとう。だるまがいっぱい来ています。いろんな各グループのだるま、ありがとう。あれよ、カウント完了ありがとう、星投げ完了ありがとう、くまちゃんもありがとう。あゆ太郎が抜かれた、マジすごいね、力すごいな。こっちも負けてらんないよ、頑張ろう。とりあえず差を埋めていかなきゃならない。頑張ろうね、みんな。かわいい、かける10、ありがとう。まだ、そうね、まだ大丈夫、焦らない。確かにまだね、長いですかね、この先は。楽しむことも大事、そう、大事。楽しもうね、みんなでね。おすすめのスキンケア教えてくれ。あ、じゃあ夜はしようかな、この夜の配信のところで。よろしくお願いします。あ、そういえばメール送ったの見れましたか。メールでレインボースターのお話したんです。とりあえず星投げました、ゆっぴんさんなんで。え、優しい、ありがとう。二重くっきり羨ましい。そう、二重ね、でもね、個人的にはもうちょっと狭い方が好きなのかもしれない。でもこっちはなんか二重線になってる。まあでもね、二重ね、なんかね難しいよね。でもどうにでもならないみたいって、なんかパイプチとかテープとかやれば。っていう感じはするかな、する気がする。ありがとう、2週間でありがとう。なかなかみたいに企画とかしない。ね、したいと思っているんですけど、この後にします。毎回毎回はちょっとできないんですけど、他の時間でやろうかなと思っています。ハートいっぱい、ありがとう。あとで75のコメント欄で。あ、分かった。2週と50分とかに。あ、ありがとう。50分に解除の、あと5分あるので、あと5分で解除ですので、次は51分に星集めですね。13時だね。めっちゃ可愛い、いっぱいある。ありがとう。サインはすぐそこだね。そうだね、
なんかよくわかんなくない？これだってバレエ教室に通ってる子供がいるお母さんみたいなで、こちらはバレエ教室に通っているえっと何歳ぐらいかな、ワンちゃんバレエ教室の先生のお手伝いみたいないそうだよね面白いお母さん、お母さんバージョンがいいですか、バレエ教室ていうかバレエのさ、バレエに通わせてる子供のいるお母さんって絶対前髪こういう感じでない、バレエね、バレエじゃない、バレエ、あの、あ、バレエかバレエだ、わかんないファイト、ありがとう、めっちゃ綺麗なお母さん、そうかなそうかな、とりあえずバレエの先生のアシスタントの方で行かせていただきます。でも前髪なかったね、バレエやってる子はね、みんなね可愛かったな、みんな前髪あるじゃん、みんな前髪ある中で前髪ない女の子ってちょっと可愛いな、みんな2周とカウントできましたかね、52解除なので10分しかないんですけど、3周いけたら嬉しいでって思います。バレエやってる子ってなんで白いんだろうね、本当に白いよね本当に白いの、なぜ待ちな、ありがとう、セミ3まで、あと少し、あと少し、一生懸命ありがとう。でも私も昔から白いねと言われてたけど、そのバレエやってる子とかなんか一元に白いよね、もう本当に、いう感じました。今のところ順調、確かに、ね、順調、みんなのおかげです。まもなく3週だぞ、よろしくね。はい、ではまもなくですね、もうちょっとで3週に入れると思うので、星を集めにお願いいたします。解除される、よろしくお願いします。ファイト、ありがとう。もう入ってる方もいらっしゃるのかな、いってらっしゃい。確かにカニちゃんレベルはあんまりない、それはそう。4位の子より1周少ないから、今後1日1周少ない、なるほどね、13時36まで制限されて、あ、そんな、じゃあ49分の捨て星には余裕で、一周少ないんだ。じゃあもうちょっとどっかで一周増やした方が、二周が今1、2、3、4、4回なんだけど。19と18周？なるほどね。どうすればいいんだろう。でもさ、なかなかさ、3周早めに
で3週やれるコースでもいいんだけど、その確実にできる方がいいのかなっていうふうに思うんだけど、でもやっぱ増やせるだけ増やしてもいいのか、増やしてみようか明日から。難しいよね。なるほど、9枠でやってたのか。15分の枠をもう1個増やして、25分、夜に、そうだね、人が多いところの夜に回した方がいいということね。夜ね、夜頑張る、分かった。じゃあ明日はちょっとスケジュールをまた考えてやっていきたいと思います。ありがとう。良いだね今。そうなの、良いかな、あともうちょっとかな、3位になれたらいいな。確かにね、平日は夜増やした方がいい気がするね。からし頑張れ、ありがとう、ファイト、ありがとう。明日から祝日終わるし、確かに。え、全く同じじゃダメってこと？わかんない、別にいいんじゃない、いいと思うけど、みんながいいのであれば同じでいいのか。遅いなった、やったー、嬉しい。フルコース管理ありがとう。サインになってる、ありがとう。明日からお仕事だから、夜からだ。じゃあ夜に結構できるような感じにしようかな。星集め最後は90でいいと。最後はっていつの最後かな。まだね99でいいと思う。大丈夫、90でストップの時はね紙に書いてあるから、755ちょっと見てもらって。最終的には本人が可能かどうかか。ああなるほどね、可能かどうか。私は全然大丈夫なんだけど、みんなと頑張れるって感じかな。最終完了ありがとう。昼寝も大事、そうね、さっきもちょっと昼寝した。2位から4位は本当に僅差だ。そうだね、集めてきたよ、ありがとう。そうだね、平日は夜集中の方が嬉しい人いっぱいいるね。確かに、じゃあ夜集中にしようかな。いろいろ考えたいと思うので、アドバイスあればよろしくお願いします。星投げいきます、ありがとう。終了ありがとう。ひなたがすごいね、ねすごいね、地独走って感じだ。最終終了ありがとう。あと5分です、接戦だね。でもすごいなんか怖いね、とっても。週末は時間あるからいつも、ありがとう。今水曜日、土日、怖いね。
ありがとう。3週のカウント割り、おおすごい、ありがとう。ほぼ初戦線で、これはいつ戦線カウント完了、3週できた。おおできたって言った人が初日よりも結構多い、ありがとうございます。嬉しい。星投げと関東って、ありがとう。お昼食べるからまたね。そうだね、ありがとう。初めて参加できました、お嬉しい。米頑張ります。参集完了、よかった。どうすればいいんだろう。配信のために順位入れ替わる。そうだね、それがね怖いね。でもそうやってついていけてたら、まあ、とりあえず大丈夫だと思う。だからとりあえずね、ずっと2、3、4をにの激戦の中に入っておきたいなと。うん、もうある星でも投げて、ありがとう。回数を増やした方がいいと。もっとってことね。3周をさ増やすの効果、2周をもっと確実にいっぱい増やすという、2周8枠プラス3周1枠がいい。あ、そうなの。そうする、ちょっと誰か教えてください。2週の方がいい。そうね、じゃあ2週にしよう。なるほど、なるほど。力と同じでっていう意見が多い。それにしようかな。2週はみんなできそうかな。2週増やした方がいいね。じゃあ2週増やす。取りこぼしを減らすという意味で、ね、あと1分になりました。次は13時51分に星集めが90でストップの星集めをしてもらって、14時50分からまたお願いします。それではまたお会いしましょう。ありがとう。ちょっとカウント考えてみるね。カウントじゃない、配信の内容。またね。